にちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内祐樹と申します。この動画は私、長内祐樹個人へご依頼をいただき、提供いたしました他社様のコンテンツの内容をスライドを新たにお話しし直すものです。リカレントリスキリングのためのデータ分析というテーマの全9回のシリーズとなっています。内容的には統計的なデータ分析に該当しますので、弊社の動画シリーズの中では心理統計講座ムービーに分類いたします。心理統計講座ムービーは月額定額の会員制で、全ての動画が見放題のサービスです。こちらの動画の概要欄に URL を掲載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回は全9回のうち8回目、データ分析の手法、因果関係のモデル、他というテーマでお話しします。早速見ていきましょう。例えばビジネス場面のデータ分析においても、因果関係の仮説とその検証をしたいという場面は少なくありません。例えば入社試験の成績は入社後のパフォーマンスに影響するのか、消費者は何を決め手に自社の商品サービスを選んでくれているのか、退職に至る要因の中で最も影響を持つものは何かなど、様々な場面で私たちは因果関係、つまり原因と結果のつながりについて仮説を作りがちです。ビジネス場面ではこのような因果関係の仮説についてデータを取得して検証することが増えてきています。変数間の因果関係のモデルを統計的に検証する方法に回帰分析というものがあります。回帰分析のうち代表的なものに単回帰分析と重回帰分析があるのですが、具体的な説明に入る前に、なぜモデル、因果推論という言い方をしているのかについてお話しすると、本来因果関係の検証には時間的な前後関係の検証が必要となりますので、厳密に統制された実験的手続きが必要となります。それはデータの測定方法の話になりますので、ここでは詳しく述べません。ただし回帰分析では、同時的に測定された変数間に因果関係のモデルというのは仮説ですね、を想定して、それの最もらしさを検証することができます。まず単回帰分析ですが、2つの量的変数間に因果関係が想定されるときには単回帰分析を用いることができます。もう少し具体的に言うと、1つの従属変数というのは結果側の変数のことなのですが、それをもう一つの独立変数、こちらは原因側の変数のことです。それから予測説明できると仮定される場合に使用することができます。予測説明と併記していると混乱する方もいらっしゃるかと思いますが、なぜこういう表現になるかというと、原因側に立てば結果は予測するものですし、結果側に立てば結果は原因によって説明されるものだからですね。どちらでもいいのですが、片方だけを紹介するとニュアンス的に伝わりにくいところがありますので、予測説明と書かせていただいています。それと単回帰分析を単に回帰分析と呼ぶ専門家もおりますので、その点は用いられる文脈に注意してください。今回は回帰分析を単回帰分析と重回帰分析を含む上位概念総称として使わせていただいております。次に重回帰分析ですが、こちらは一つの従属変数を複数の独立変数から予測説明したいときに用いる手法です。複数の原因が一つの結果に及ぼす影響のモデルを検証する際に使用されます。単回帰分析と異なるのは、独立変数、つまり原因側の変数の数です。複数になると重回帰分析と呼んでいます。重回帰分析でわかることについて、もう少し具体的にイメージしていただくために、その結果を読み解く際に最低限必要な値について紹介します。結果で注目すべき点とさせていただきました。重決定係数 R 事乗という統計量があるのですが、これは独立変数全体が従属変数を予測説明する程度を指しています。0から1の範囲の値を取り、解釈においては百分率を用いたりもします。例えば R 事乗値が 0.30 ですと、その独立変数の組み合わせで従属変数を 30% 分説明できている、予測できていると解釈することができます。続いて標準変回帰係数 β ですが、こちらは各独立変数が従属変数に及ぼす影響の向きと大きさを指しています。相関係数のようにマイナス1からプラス1の範囲の値を取り、
値の強弱の解釈も相関係数と同じように行います。例えばベータが 0.80 ですと、正の強い影響、つまり存続率変数が大きくなると従属変数が大きくなる傾向が強いことを意味していますし、ベータが例えばマイナス 3.0 ですと、負の弱い影響、つまり存続率変数が大きくなると従属変数が小さくなる傾向が弱いながら見受けられるということを意味しています。実はこの2つの値は単回帰分析でも同じように解釈します。単回帰分析では独立変数は1つですので、1つの独立変数が従属変数を説明する程度という解釈になりますね。また計算結果をパス図と呼ばれる図に示すことも可能です。例えば PC のメーカーがユーザー満足度について調べたいとして、PC の全体的な満足を従属変数、操作性と処理速度とデザイン、この3つの変数を独立変数として重回帰分析を行った結果です。つまり、この4つの変数を測定していて、操作性、処理速度、デザイン、それぞれについての満足度と、全体的な満足度を測定したデータがあるという状況です。操作性への満足度、処理速度への満足度、デザインへの満足度がどの程度全体的満足度を予測するのかを知りたいということですね。重回帰分析を実施するとこのように様々な統計量が算出されるのですが、最低限読み解く必要があるのは先ほど申し上げた R 事情と β です。そしてこの結果をパス図と呼ばれる図にしたものが次のスライドです。こちらですね。こうすると確かに分かりやすいですね。操作性への満足度と処理速度への満足度とデザインへの満足度は全体的満足度を 40% 説明していることになります。残りの 60% はどこに行ったんだなどと思われる方もいらっしゃると思いますが、それは今回測定していない変数や個人差の示す割合だと思ってください。また独立変数個々に見ていくと、操作性への満足度は正の中程度の影響を全体的満足度に与えていると解釈できます。操作性への満足度が高い人は全体的満足度が高いということですね。続いて処理速度ですが、こちらは正の弱い影響を全体的満足度に与えています。そしてデザインですが、これは有効な値、つまり優位な値ではないですね。説明が遅れましたが、米印のような記号アスタリスクと呼ぶのですが、これは優位な値に併記する記号なんですよね。重回帰分析に限らず推測統計を使用していて、図表においてその優位性を示す際に使用します。ちなみに差の検定においては優位差、優位な差と呼びますが、相関係数や今回のような回帰分析においては優位な相関や優位な影響などと呼びます。今回は回帰分析について紹介しましたが、因果関係のモデル、つまり統計的因果推論には他にも因子分析や共分散構造分析、構造方程式モデリングと呼ぶのですが、こちらも対応されています。因子分析は複数の観測変数に共通して影響を与える潜在因子、潜在変数を見つける手法です。例えば国語算数理解社会英語のテスト、つまりこれは5つの変数なわけですが、これらを測定してその背後に理系力、文系力のような実際には測定していないけれど測定した変数に影響を与える潜在的な変数を見つける手法です。また共分散構造分析は因子分析で見つける潜在的な変数も回帰分析に含んだような分析です。観測変数と潜在変数を含む因果モデルを想定し、実際に得られたデータとの適合性を検証する方法です。例えばこちらは看護師の結婚後の離職についてのモデルなのですが、組織へのコミットメントが高く、リアリティショックが低いものが看護師を続けようとしてくださるという結果ですね。しかしリアリティショックが職業継続意思に与える負の影響は凄まじいですね。ちなみにそのリアリティショックを導いている要因を遡っていくと、その一つに夜勤があります。納得できる気がしますね。因果関係のモデルはデータ分析の中でも比較的高度なものに位置づけられるのですが、得られる結果の現実への有用性は大きいですね。今回のまとめですが、重回帰分析は複数の要因が一つの結果に及ぼす影響を検証できます。覚えておきましょう。以上となります。
もう少し詳しい内容につきましては、心理統計講座ムービーの中からお探しください。この動画の概要欄に URL を掲載しておきます。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、長内がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。